最近やれてないんだけど、スイッチとかよりプレステ4で買ってダウンロードしてないんですけど、モンスターハンター R のアイスボーンすごいいいって聞いてるんで、これちょっとやりたいのでおすすめなのと、あとは格ゲーですか、 e スポーツとかで、鉄拳とかストリートファイター5とかそういうものがあるんで、そこですかね。僕と対戦してください。一回丸坊主にしてみたいんだよね。丸坊主にしたらなんか毛質が変わるっていう噂を聞いたので、変わるかなと思って一回丸坊主にしてみたいかな。はい、印象に残ってる曲はテキーラ。それのドラムをやりたくてやりたくて、でもなんか先輩やるときは先輩がドラムやるし、パートリーダーっていうのがあったんですけど、パートリーダーじゃなくてやりたいやりたいって言ってもなかなかできなかったんで、まあ、そのテキーラという曲が一番かな。歌っててなんか好きだったのはやっぱり定期演奏会、まあ1部2部3部ってあって、で2部がブラックライトを使った劇をするんですね。オペラ座の怪人とかそういうものをやったりするんで、定期演奏会が一番好きだったかな。一番最初に買ったのは多分氷室京介さんなんだけど、シャムシェードかな、わからん、シャムシェードかな、カリカリです。半々ですね、半々。ある程度決めていくんですけど、その行きながらもなんかここ行けないかなとか、 50%50%50/50 です。はい、昔あのドラゴンボールのエンディングテーマだったロマンチックアメリオンが最高に落ち着きます。アプリゲームは一切していないので、おすすめがあったら、ちょっとねサバイバル系のこう FPS みたいなやつって難しくて僕できなさそうなんで、簡単で楽しめるやつだったら やりたいなと思ってます。僕自身もこう家で宿題をやるとか勉強するっていうのがすごく苦手なタイプだったので、基本的には授業中に集中して全部覚えるっていうスタイルでやってきて、大学受験の時はとにかくあの英語とかだったら語彙力が大事だなと思ったので、とにかく単語を覚えたり基礎的な部分っていうのが分かんなきゃどうもならない部分なんで、そういう部分に力を入れてました。楽器に関しては基本的には自分の買いたいもの何でもいいかなとは思うんですけど、僕自身はフェンダーのジャズベースを買って、わりかしベースの中では一番スタンダードなメーカーだと思うんで、フェンダーも一つの参考として取り入れていただけたらいいなと思っています。基本的にはベース、そのつなぐ線、シールド、アンプ、メトロノーム、あとまあ教則だったり好きなバンドのスコアでやれば、そこからなんか興味持ったらこう広げていったらいいのかなと思います。うちの楽器を基本的には速かったりして、ちょっと初心者だと大変な部分はあるとは思うんですけれども、ベニツバキが比較的簡単かなとは思うんです。この16部のところは全然無理してやらなくていいと思うので、ベニツバキがとっつきやすいかなと思います。これ質問いる？この質問。俺がアホって言われて気にすると思ってんの？アホだよ。悪いか。悪いか。全然大丈夫です。あ、むしろあのシャクレルプラネットいっぱいあの集めて並べて一緒に写真撮るわ。欲のものは黒霧島です。
で、たまに奮発して赤霧島とか飲んじゃってます。最近ちょっと気取ってシャネルのエゴプラを使うようになりました。奪い合いにハマってた。奪い合いのやつはベーマ TV めっちゃハマってた。最高だった。ここにいるよ。あ、ここで出てくるんですね。いや、俺昔から好きですよ。あの、全然会って喋ったことないけど、いや、なんかね、ご飯食べ行きたいと思ってる。多分ね、話合うと思うんだよね、あの人。また今度ね。痛い、正直痛い。最高、めっちゃ最高。抱きしめたくなる。うちのヘアメイクをやってる西光平と一緒に始めたブランドですけども、やりたかったことの、一つですね、自分で服を作るというのをやりたかったね。まあ夢といったら夢かなと思います。それが具現化したものだと思います。キャラがね、やっぱね、多いのでね、これって絞るのがすごい難しいなと思いますけども、ガチャゲンはね、多分上げてったらキリがないので、公認で言うと串名高つくよみかなと思います。一番って言われると結構難しいですね。最近アニメでっていうのは五部だったんで、五部だったらナランチャなんですけど、シリーズ通してっていうのでパッと考えてフッと出てきたのはホットパンツだったんで、ホットパンツかなと思います。ちなみに僕はカモンよりもスタンドの方がまあ好きかなと思います。インスタグラムを僕やってるんですけども、フォロワーが1万人にいったらまた何かあげようかなと思っております。吸ってないです。去年の1月に多分辞めたので1年と、今はもう10月なんで10ヶ月ぐらいですかね。一切捨てないですね。はい。最近の後輩というか年下の、バンドマンの中では礼儀というかその辺がちゃんとしてる方かなと思います。だからそういうのがね、このシーンどんどん緩くなってって、ね、上下関係もすごい薄くなってっていいところもあるとは思うんですけど、僕はどちらかといえば良くないなと思ってるので、それをちゃんとね、分かっているところはいいところかなと思います。まずバラードにしなかった理由っていうのは、ライブでやるっていうことをまあ大前提にしてて、バラードでも良かったんですけど、僕がそんなにまずバラードが好きじゃないっていうのが第一で、ライブでバラードをやるのはいいんですけど、僕聴くのはそんな好きじゃないので、まあノリのいいものでいいかなと思ってああいう感じにしました。歌詞に関してはまあおこがましいと思うところもありますが、四季がね、なんだかんだで私のことを目標にしてくれているので、私自身と照らし合わせた時にここが、違いますよ、こういう考えじゃダメですよっていうところを、自分で歌うことによって見つめ直してほしいなと思ったので、その思いを込めて書きました。味が染みる気がするのでしなしなが好きです。ございません。見やすい映画だったとしたらグリーンインフェルノ。レバ刺しが好きなんですけど、日本だと食べれないので、でもそれに変わるものがあって、山のレバ刺しって言われてるのかな、キノコなんですけど、それがすごく近い感じの味がして好きですね。僕が教えてほしいぐらいです。もうそろそろ出ると思うんだけど、カチョフグツですかね。まあ、そういう時こそ会場に、公園に足を運んでいく。
てくれたらなと思います。まあ頭の回転もすごい早いし、結構綺麗なコメントとかも瞬時に出てくるような人なんで好きですね。おぼろ月夜の傘をかぶってる時と伝承人の理由は顔が隠れるから。まあ広げやポーズがひどい。え？広げやらしいでしょ。分かりやすい、いいと思う、いいと思う。